はい、どうも、こんにちは。僕です。そうか、見続きをやっていきましょう。今回は、何でしたっけ？名前が出てこない。つづらお様と一緒にね、ナンパ戦に向かっていきたいと思います。これはなんだ？あ、これで退治していくんだ。ああ、なるほど。こうね。あれ？いった。襲いかかってくる。あれ、妖怪牙落とすんだ。お化けを退治していくんですね。あ、コンティニューの鳥居があるぞ。下にいっぱいつづらがありますね。仏像壊れてますね。首が落ちてる。いやー、こりゃすげえ。そこら中宝箱だらけじゃねえか。これだけありゃ、キツネクダを見つける前に、億万長者になっちまうぜ。プヒヒヒヒ。プヒヒヒヒは初めてだな。降りていっていいのかな。うわー、怖い人形がある。怖い人形があるよ。とりあえず、つづらを全部開けていきましょうね。絵巻天灯大使を手に入れた。天灯大使。世に地味森尾がばっこし、人心かき乱されるとき、世の人の神仏を尊ぶ心薄れ、神の力は失われる。いかなる神とて、人々の熱き信仰の心なけば立ち行かね。わしは伝説の信仰伝道師、第六代天灯大使として、この美し国をめぐり、筆を取って信仰を解いてきた。わしらのような神と交信できる部族こそが伝道師となり、神の行幸をあまねく天下に伝え広めなければ、いかなる神仏もその全盛の力を取り戻すことはかなわね。この美し国に筆書きの力を持って神の姿をしたため伝え広める。わしの歩いてきたこの道のりは長く辛い苦難のものであるが、ゆくゆくは同じ道のりを歩む次の世代の天灯大使のためにも、このわしは歩みを休めることはないじゃろう。何なんだ、天灯大使。この巻物を書いてる人の名前なのかな、天灯大使って。この人形怖いんだよね。首がすっぽーんっていったよ。うわ、敵じゃねえか、これ。びっくりしたな。ホラーかな。痛い。近くで当たると、あ、火がついちゃったよ。火がついちゃってる。これどうしたらいいの、これどうしたらいいの。風かな。違うの、これどうしたらいいのよ。火がついてるんだわ。どうしたらいいのよ。あ、消えた。よかった。これなんだ？この樽は。え？何これ？回ってるけど、回るだけだな。特に何もないかな。痛い。急に出てくるんだもん。これ近づかないと、近づいたら爆発に巻き込まれてね、尻尾が燃やされちゃうんですよね。この骸骨なんだろうな。いいのかな、進んじゃって。この神仏像も首が落っこちてるけど。何こいつ、何お前。ちょっと待って、動きがさ、普通ね、筆調べをしたら動き止まるんですけど、ここにいるお化けね、動きが止まらない。なんだこの罠っぽいのは。罠でしょこれ。出てくるでしょ。ほら。危ないな。当たらないぞ。切れるのかな。あ、切れますね。先に進んでいけばいいのかな。何これ、ヤドカリ。あ、読めなかった。ジローとかサブローとか書いてあったよね。これボスじゃない。どうしたらいいのかな。上にいるな。で、天灯大使じゃないや。つづらおさまでなんかできるかなと思ったんだけど、ダメだな。強いぞこれ、強いぞ。
来た来た来た、殻がやるけましたよ。でえな、ちょっとまずいんじゃない、回復しよう。やばい、これ今までで一番敵強いぞ。回復全開しとこう。倒したか、倒したぞ、一匹倒した。これなんだ、弾き返せる、そういうわけじゃない。お前も殻を剥ぎ取ってくれるわ。うつげな、こいつ何なんだよ。まだか、まだなのか。ドバじゃん。なんか疾風をやるとなんかないか。追いかけてくるぞ。あ、これ上登れるのか。倒した、真っ二つに切ってしまいました。強かったな。なんていう名前の敵だったのか分かんなかったな。これ何なんだろう。あれ、もしかして今の敵今後も出てくるのかな。雑魚敵みたいな終わり方をしましたよ。分からんな。またコンティニューの鳥居があるよ。コンティニューしていきましょう。で、ここはお札を当てる。ん？あ、空が開けてますね。何か新しい星座が出てくるのかな、もしかして。何これ、これは美しい。水流に沈められたこの宝物殿にも満天の星空は平等に降り注ぐのだな。だが三日月昇る夜だからこそ船の中もこうして照らされているが、一度日が昇れば冷たい海水が容赦なく船の中を満たすのだ。それこそ夜の無常というもの。つまり太陽を出せばいいのかな。咲かせて、これなんだろうな、キラキラしてるの。もう太陽出していっちゃっていい感じかな。水が上がってきましたね。なんとこんな時に夜が明けるとは。いや違う、まさかアマテラス殿、これも起点の通力だというのか。縁の断りすら自在に操るとは恐れ入った。まだか。あ、違うのか、戻るのかな。これでこっちに行く、ここが行けるようになる。あ、この木箱って浮いてたんだね。向こう側に行くのかな？なんだ？なに？え、また出てくるの？また出てくるんですか。一郎丸。サメだったの？お前サメだったのか。何これ、ちょっと待って、どうやって戦えばいいのよ。危ないな。なんだこれ、どうしよう。ちょっとお札を当ててみようか。なんだろうこれ、どうしたらいいんだろう。飛び出てきた時に何かやるのかな。どう、あ、打切れましたか。聞いてるのか、これどうなんだ、わかんないな。何をしてくるんだ。飛んできたか、飛んできましたね。飛んできたら切ってみよう。ダメージ入ってないけどね。あ、炭がなくなっちゃった。ここで投げるのか。分かったぞ。炭氷炭がジャンプしたら切って、何してくれてんだ。水が飛んできたら切って、落ちたところを、あ、落ちてない、弱ってなかったわ。どこ行ったよ。危ない。炭ひょうたんがやばい、炭ひょうたんが。あれでもあともうちょいで倒せそうじゃない。
なかった。倒したよ。これで良かったのかな。なんかよく分からなかったな。討伐時間がすごい時間かかってしまいましたね。どこから来たんだっけ。どこから来たんだっけ。どこから来てどこへ行けばいいんだ。あっちから来たんだよね多分。だからこっち側に行けばいいんじゃないかな。登れるようになっているわ。あれなんかどっかにさ行って。くそ、この時のための罠だったのか。そういうことか。まんまとやられたわ今。その辺にまたコンティニューのね鳥居があるんですよね。なんか始まっちゃった。あそこにテカ玉のマークが書いてありますね、大砲に。え？錠前お化けがいるよ。とりあえずコンティニューしよう。入った。あ、上が開いたよ。上が開いたけど、あそこどうやって行くのかな。お化け届いた。あ、太陽のかけら、これ久しぶりに出てきましたね。いや、3つ揃ったんじゃないんですか。太陽のかけらが集まって太陽系になった。あ、体力が1つ増えましたね。とりあえず先に進んでいけばいいのかな。回せないでしょ。あ、向き変わったわ。切れば向きが変わるのか。じゃあもう一丁テカ玉打ってきましょう。あれ、外しちゃった。これで真ん中。あ、違うの？なんで？あ、あそこに浜屋がありますね。あ、これ向き変えた後徐々に上に戻ってってるんですね。だからか。タイミングを見て、この辺じゃない？書きづらいな、ここ。よっしゃー、ドンピシャですよ。骸骨がいっぱいあるじゃないか。真珠を手に入れた。貝の中から出てこないの。こんなところで真珠が出てくる。これどうしたらいいんだ。多分またね夜にしなきゃいけないんだと思うんだけど、夜にして水を抜かなきゃいけないんじゃない。またあのお化けがいる。お化け動いてるんだよね。妖怪牙がいっぱい出てきたぞ。とりあえずここ進んでってみようか。はぐれ玉。何これ。ちょっと見えないんだけど。ちょっと視点よ、視点。カメラちゃんとして。何今の。何あれ。どうしたらいいのこれ。とりあえず上に逃げる。もうがっつり幽霊戦じゃんこれ。うわー、びっくりしたな。どっから出てきてんだ。どっから出てきてんだこれ。これ上に行けんのかな。この腕に乗るのかな、もしかして。あー、そうっぽい。届かないけど。来たー、来たよ。意外とね勘が当たりますね。ちょっと待って、これねなんかすごいカメラアングルがさ、危ねえよバカ野郎。そういうことかな。勝手にカメラアングル変わるんだよさっきから。やめてくれよ。なんだこれ、どうしたらいいんだ。これ落とせばいいのかな。カメラ頼むよ。カメラ切ってみようか。落ちました。何かな。またキラキラ光ってますね、あそこ。これどうしたらいいんだろう。こうか。そこに持っていけばいいのかな。なるほど。ちょっと、この向きやりづらいよ。この向きやりづらい。
あ、はまったはまった。それで？ん？おもり、おもしが。なんだろうな。あっち側と何なんだろう。ちょっとそこ登ってみようか、とりあえず。江戸の置物、猿を手に入れた。そんで。どうしたらいいんだ。あれ何？あれ何？無駄だって。何も聞かないですね、これ。これどうしたらいいんだ。したな。あ、この上に行けるんだ。あ、上に行けますね、これ。何だったんだろうな。あー、こっち側に行けるのか。なんだ。で、調べる。おいおい、なんだよ。せっかく天秤に樽を結びつけてやったってのに、相変わらず天秤は斜めに傾いたままだよ。あともう一押しって感じなんだけどな。あともう一押しね。そしたらね、夜にしましょうか。夜にして。ああ、なるほどね。なるほどね。これでいけるのかな。ちょっとコンテニの鳥くぐっていきましょう。で、この上に向かっていくのかな。届くのか、これ。届かなくない？あ、二段ジャンプで上がるんだ。そんで。ここはさっきの場所かな。さっきの場所に来たのはいいんだけど、あれ、こいつ何をしたらいいのかな。これで攻撃しちゃう。無駄だもんね。風じゃ動かないしな。なんかこれをこれで引いちゃえばいいんじゃないのか。ちょっと邪魔なんだわ、さっきからカメラがさ。こっち向きにしよう。行って、痛いな。ちょっとなんだよ、何こっちかこっちが原因なのか。こうか、いい感じじゃない。どうすか痛いだろう。なんかそんな感じ。じゃあこっち側もやっていけばいいのかな。ひどいな。コツをつか、落ちちゃった。倒しました。サジ玉プラス50だって。なんか知らんが倒してしまった。倒したのはいいんだけど、ああ、そうだ、思い出した。浜屋がね、取れるようになったんですよね。思い出しましたわ。戻りましょう。これを、加えて、そこにね、そこを水鏡が使えますね。はい、嫌がる錠前お化けをぶっ刺していきます。ボスがまだいるのかな？ここどうなんですかね。呪い、まだありますね、これ。なんか出てきたよ。あれ、何これ、ちょっと待て。これ見覚えがあるぞ。赤カブトじゃないの、これ。ちょっとさ、これなんで動くの。よ。どこ行ったよ。つづらがいっぱいありますね。すごい金ピカの部屋ですよ、ここ。その全部はまとめて開けていきましょう。うちでの小槌を手に入れた。これは、よし、幻の宝をついに見つけたぜ。あれ、うちでの小槌。母音姉が探してる神器ってこれだっけ。
それは体を針の穴さえ通れるほど小さくできるという不思議な小槌。確かに珍しい秘宝だが、卑弥呼様の祈祷の助けになるような神器ではない。甘子、針の穴といや確か西安京で牛若のインチキ野郎が何か言ってなかったっけ。ほれ、どんなに厳重な守りにも針の穴ほどの隙間は必ずあるとか、ボソボソと言おう。あれはどこの場所のことを言ってたんだっけな。アマテラス殿、結局この船には目的のものはなかったようだ。残念だが引き上げるとしよう。なあボインね、そんなにしょぼくれるない。この広い海のどこかにきっと眠ってら。そうは言っても今海に入るなど命を捨てに行くも同然。あの荒れ狂う水流がいる限りな。また出たぜその話がよ。その水流ってのがあるかい。この漁師マハラを牛耳ってんのかい。だったらこの石から生まれた石だろ。石から生まれた石だろ。アマテラス大先生がついてら。ひとまずこの神器臭い船を出て都へ帰ってから考え直そうぜ。うん。びっくりしたな。何かと思った。急に出てくんな。食らっちゃった。お前もか、お前もか。なんなのこれ、もうやめてほしいんだけど。そうなんじゃないの。はぐれ玉、はぐれ玉か。手が出てくるんだもん、つづらの中から。やめてほしいよ。これ開かないよ。お前もか。こんなところかな。一見落着ですかこれで。うん、じゃあキツネクダは見つからなかったんですね、ここで。じゃあ帰ろうか。帰るの怖いな。ん、勝手に帰ってくれた。自動で帰ってくれたんですかね。助かるわ。泳いでる。あれいつもね、泳ぐときね、犬かきっぽくないんだけど、今回なんか犬かきっぽい、犬らしい泳ぎ方をしてますね。ぬむ。あ、アマテラス殿、もっと早く泳げぬか。あーん、ボインね、無茶言うない。なんか水柱が立ったぞ。こいつ所詮狼だぜ。一生懸命泳いだってこんなもんだよ。え、水流が来てるんじゃないの。はは、分かったぜボインね。もしかして催したんじゃねえのか。後ろですごい。フッ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 、我慢やしないって。周り一面大海原だい。気にせずやっちまいなよ。大丈夫大丈夫、オイラたちだっていつもそうしてる。まあ海だからいいかな。そうではない、この波立ちは奴が現れる兆し。来るんじゃないの。ほら近づいてきてますよ。こんなところで襲われたらひとたまりもないぞ。また始まった。だったら水流だっけ。そいつにバーッと引っ掛けてやったらいいや。ちょうどそいつがあーんって口開けた時にでもよ。近い近い近い。待って、深いな。思ったより邪悪な感じですね。なあなあなあ、なんだありゃ。待って、つづら王様が狙われてるの。水面もそんな優雅に歩けるもんですか。もしかしてあれが水流。あのね、水流って筆神様だと思ってたんだけど、なんかそんな感じじゃないですね。来た。これどうしたらいいのよ。どこに向かえばいいのかな。ナンパ船に向かう。ちょっと待て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 、なんだなんだなんだ、食べられてしまった。ジエンド、帰ってこれたよ。ここはどこだい。もしかしてオイラたちあの世に来ちまったんじゃ。いや、もしかして海岸に打ち上げられたのか。オイラたちを襲ったバカでかい化け物、ありゃ一体なんだ。あんなもんが海で大暴れしてるなんて聞いてねえぞ。それになんだい、ボインネーも一人でさっさと逃げやがってよ。今度会ったらとっちめてやるぜ。あれでもなんかね、無事帰ってこれたんですね今の。なんだこの小槌、勝手に懐から飛び出しやがったよ。やがったぜ。
おいおい、せっかくのお宝が逃げるんじゃねえや。アマゴを捕まえろ。なんだ今度は、何なんだ、何なのよ。捕まえる、ちょっと待って、追いつけないんだけど追いつけないんだけど、これ何、どこに導かれてるんだ。あのね、常に一定の距離を保ってるんだ。これあれだね、西安橋に向かってるね。そしたらね、西安橋まで戻ってきてしまったんですが、まあ一旦セーブをしてね、今回は、ちょっと長めになってしまったかもしれないんですけど、ここでね、一旦終わりにしたいと思います。これ多分このまま次回は、打ち出の小槌を使って、なんだっけ、宝帝、なんていう名前でしたっけ、帝のところに侵入していくんじゃないんですかね。そんな予感がしていますね。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。